ということで、本日はこちらブラウンブラウンの2つ折り財布のお会計動画となります。見た目がすごく革素材の温かみを感じて、ワイルドだけれども可愛らしさもあるっていうところと、あと実は機能性の良さっていうのもすごく感じましたということで、詳細ご紹介していこうと思います。クオリティの高い栃木レザーを使用したお財布作りが特徴となっております。目を引きますのがこちらのブラウンブラウンのロゴですね。ミスターブラウンのロゴとなります。横向きのヒゲのおじさんの顔ですね。こちらも真鍮でできておりますので、使っていた時の経年変化は革と一緒に楽しんでいただけるような素材となります。こちらですね、パチッと開けていただく形になるんですけれども、このミスターブラウンのヒゲの部分ですかね、ここが湾曲しておりまして、片手でパチッと開けやすいような形状になっております。中はですね、こういった形になっていまして、こちら側がコインポケットで、こちら側がカードポケット、こちら前に3段ございます。こっち側とこっち側、それぞれ後ろにカードも入りますので、一応カードポケットはまあ 5ポケットと考えていただいて良いかなと思います。うっすらとなんですけれども、こちらにブラウンブラウンのロゴも刻印されております。でコインポケットなんですけれども、こんな感じでパカッと大きく見やすいような形状になっております。革が馴染めば馴染むほど、この中は開けやすく見やすくなっていてくれると思うので、徐々に自分の手で育てていけるお財布となりますね。でこちらお札ポケットになります。先ほどはお札をまとめてこちらに入れてまして、後ろ側こっちの仕切りの奥側にレシートを入れるという動きにしておりましたが、こちらも自由で、こっちに1万円札入れていただいて、よく使う1000円5000円をこちらに整理していただくとかっていう使い方も可能かなと思います。こちらの革素材なんですけれども、岡染めという手法で染められております。横から見るとうっすらとこう色の層っていうんですかね、表の銀面にだけ色がついていて、中には色が入っていないというのが分かります。今回表ブラックのものをお持ちしているんですけれども、ブラックと革の内装のベージュのコントラストもしっかり分かります。コバも非常に綺麗に磨かれておりますので、使っていた時の手当たりがすごく良いものになります。で冒頭でお伝えしておりました機能性っていうところなんですけれども、今回、右利きとしてこうコインを右から出して、カードも右から出して、お札も右から出してっていう形でお会計動画を撮らせていただいたんですけれども、こちらのお財布横で使っていただいてももちろんいいですし、左利きの方でも特に違和感なく使っていただけるのかなと思いました。この向きで持っていただくとコインポケットも左から、カードポケットも左から、でお札に関しても左から出しやすい形になりますので、右利き左利き問わずお使いいただきやすいお財布なんじゃないかなと思いました。でこちらのお財布なんですけれども、現在、新しいものブラックをお持ちしておりまして、先ほどお会計動画で撮影したのがブラウンのお色になります。他のカラーもたくさん展開がございますので、よろしければ概要欄の方からカラー展開もチェックしてみてください。では、最後までご視聴いただきありがとうございます。